カルマー。どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボーク、プレミアム貨車で SSR の築山を来ているので、早速引いていきたいと思います。カルマートって書いてますね。じゃあ10回ですね、単発引いていきましょい。まあ、ちょっと引くの遅れたんですけど、あー SR か。まあまあまあ、でもそろそろ SSR 引いときたい頃合いなんだが、 SR さ結構出るからさ、そろそろなんていうの、 SR の固有アタッチメント引けるんじゃないですかね。めっちゃ SR は出るな。錦、この錦まあまあかっこよくなかったっけ。カグネのデザインなかなかかっこよかった気がするぞ。あーすげえ SR ばっかだな。ていうかまあピックアップの時はさ、その対象のさキャラをちょっと確率上げて、まあ上がってるっちゃ上がってるんだけどな、そのピックアップの、なんピックアップじゃないわ、あの SSR の中での確率は若干は上がってるんだけど、それでもやっぱあれだよね、3分の1って考え方だよね。 SSR が合計で 3% でしょ。そのうちの 1% が築山だから、まあどうせピックアップ行くときなんてそのピックアップ対象キャラ狙いだからね。まあそれでも3分の1って 33% ぐらいかな。まあなかなか厳しいと。 50% ぐらいは欲しいんだよね、確率的に。あー渋いな。出ねえかな。まあ、別に重蔵重ねたいから重蔵出てくれてもいいんだけど。あやと、ドヤ顔 SR あやと出ないかな。なんかそういうなんていうの、いじられキャラ的なのインボークいないの。ガチャ画面だけはかっこいいなこのゲーム。あー嘘だろおい。最近久しく SSR 引いてない。いやー前回引いたか。前回ひなみん時にあれだな、あやととヨモさん、そういや引きましたね。ヨモさん使ってないけど、顔ちょっとおかしくない、ヨモさんの。てか倉庫行ってる間にもうラスト1回なんだが、あーなんかあーさよなら。1回だな。まあパパパと引いてしまおう。どうせ出ないんでしょ。はい、ということで今回は築山ピックアップのガシャを引いてみたんですが、例のごとく引けなかったということで、この築山強いんですかね。使ってる人はまだフレンドにいないんですけど、スキルが見たいな。敵単体に 200% ため稀に混乱か。これ普通に10日の方が強くね。まあ10日は1回覚醒させないといかないからな。なるほど、まあ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 って感じかな。まあいいや。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。